アンナ・モフォは、アメリカ合衆国出身のソプラノ歌手、テレビ司会者、女優。もっぱら1960年代に、欧米で活躍した。前世紀には、美勢と美貌ゆえに評価を集め、ラベリッシマというニックネームで呼ばれた。青年については、1930年誕生説と1932年、誕生説があり、確定していない。ペンシルベニア州ウェイン出身。 ラドナー高等学校を卒業後、映画撮影のために、ハリウッドから声がかかるほどだったが、修道所になることを目指していたためその申し出を断った。しかしながら、奨学金を得て、フィラデルフィアのカー,アーティス音楽学校に進学する。1955年に、フルブライト奨学金を獲得して、ローマのセチェチーリア音楽院に留学。同年、スポレトにおいて、ドニゼッティの ドンパスクアーレのノリーナ役でデビューを果たす。翌年には未来の夫マリオラン・フランキの演出により、プッチーニの蝶々夫人にてテレビ出演を果たす。1957年に母国で外旋デビュー。この年、スカラザにもデビューし、ザルツブルク音楽祭において、カラヤンの指揮により、ベルディのファルスタッフにも出演。これがウィーン国立歌劇場との初共演となった。 また同年は12月8日に演出家のマリオ、ラン・フランキと結婚。1970年代までウィーンで歌手活動を続け、リゴレットのジルダ役、マスネのマノンのタイトルロール、グノーのファウストのマルグリート役、ビゼーのカルメンのミカエラ役、ツバキ姫のビオレッタ役をお箱とした。この間がアメリカでは1960年から1961年に、 かけて、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場に出演し、リゴレットのジルダ役、愛のミオ役のアディーナ役、プッチーニのトゥーランドットの竜役を務め、ビルギット・ニルソミアフランコ・コレンリとも共演した。また、オペラと関係ない映画、ローマの忍び合いにも主演するなど、完全に女優として通用する活躍ぶりであった。1972年に、ラン・フランキと離婚し、 1974年11月14日に RCA の取締役会長、ロバート・サーノフと再婚。1970年代には、ベルディのイルトロバトーレのレオノーラ役や、スティフ・フェイリオのリーナ役など、より激しい役柄をこなした。モフォは両親ともイタリア系でネーティブなイタリア語を話すこともあり、とりわけイタリアで人気があった。 1960年から1973年まで、同地のテレビ番組でメイン司会者を務め、また、イタリアで最も美しい女性の10人に選ばれたこともある。母国では、オペラファンに来産され、作家のウェイン・コステンボームは、一冊の本になるほどの、長大な小子、アンナ・モッフォへの王道を物している。国史がたたったためか、1960年代後半からは、 高音の衰えが目立つようになり、カルメンなどのメゾソプラノ役にも新境地を示したものの、ソプラノ歌手としてもやや早すぎる40代半ばで、活動をほぼ停止した。ドイツオペラはモーツァルトを除くと必ずしもメインのレパートリーではなかったが、活動最末期の70年代前半にはドイツでのレコーディングや撮影が多かった。まずは、フランスオペラだがベルリンで、マゼール式により、カルメン、 ミュンヘンで、アイヒホルン式で、ヘンゼルと、グレーテル、美しきガラテアを、録音。さらにやはりミュンヘンで、ルネコロとの共演で、チャルダーシュの女王、美しきヘレナの2本の映画に主演。高音の衰えは隠せないものの、美貌と演技力をフルに示した。声が衰える60年代以前については、時代もあって、 録音はともかくオペラの映像記録が乏しく、1968年の映画、椿姫が劣化したフィルム音声によったと思われる音質で DVD 化されている程度なため、ステレオ音声と35ミリカラーフィルムが残る最後の2本の映画は非常に貴重な記録となった。1978年には漫画久子が日本代表として出場したミスユニバース世界大会で、 デビジ夫人らと共に審査員を務め、また1981年にも折作美子が日本代表で出場した世界大会で審査員を務めた。1957年12月8日、映画監督のマリオ・ラン・フランキと結婚したが、1972年に離婚。2番目の結婚は1974年11月14日。 RCA 社の会長であるロバート・サーノフとの結婚であった。1997年2月22日に夫・サーノフと死別。アンナ・モフ,フォは彼女の人生の最後の数年をニューヨーク市で過ごした。その後に乳がんを患う。乳がんとの10年にわたる戦いの後と悪化に伴い、2006年に73歳で脳卒中を起こし、ニューヨークにて逝去した。 実施はいないため、実弟と夫の連れ子が遺族となった。彼女はニューヨーク州バルハラの県市小墓地でサーノフと共に埋葬されている。アンナモホー法九1962。ありがとうございます。